さあ始まりました。さあ決勝戦ですね。そうですね、ナット大会夏休み杯、ルールはアンリミテッドハイランダーということで、はい、アンリミテッドルールで、デッキに入れられるカードが1種類につき1枚までということで、これはそうですね、40枚お互い全部違うカードが入ってるわけですが、結構いい手札じゃないですか。お互い、はい、参加者が118人かな、その中の今2人ですね。よろしくぜ。ああ、いいですね。ああ、決勝ともなると、ね、よろしくで始まり、よろしくで始まり、なんか途中までね、煽って、うん、煽って煽って先行でお願いしますだ言ったり、うん、始まる前からありがとうだ言ったりなんか狂ってたけど、やっぱ決勝戦ともなるとね、ね、ちゃんと人した人たちがね、ちゃんと人たちが上がってきますね。はい、はい、まあ、結構バンプ早いですかこれは。そうだね、早めのバンプなのかな、うん、早いけどでも復讐にも対応できるみたいな感じで、うん、エルフどうですか。エルフはこのメアリーベルさんは1回も今のところ負けてないですね、このエルフ。あ、強い、この糸雲の後のバルツの動きマジで強い。いい動きしましたね。これしかも取れないんじゃないですか。進化5点決まった。エンシェントエルフかな、殴ってエンシェントエルフかな。そうですね、殴ってエンシェントあり。あー、それぐらいしかないかな。あー、バルツ5点はきついもんね、ここね。さすがに防いでいかないと。もうブロッドも打つよな、まあ、そうだよな、多分な。そうだね、これでも上から取られる。そうだね、きついね、きついね。まあただ5点食らうのと比べればという感じかな。あー、まあまあこれが正解だったんじゃないかな、まあ、打つよね。いやー、強いなー、この糸雲先行なのね。糸雲で守っといてずるいよな、これな。そう、あ、俺だからもうあのバンパー相手だと、あの何除去、2点の除去はもう2ヒット区。なるほどね、まあ、ここね、あれがメイちゃんっていうか、もう普通にこいつが進化で、メーテラが進化で、あ、手札の枚数分ダメージいくんで、なるほどね、うん、メーテラでいっちゃうか。メーテラで狼を取って、こいつ強いね。で、糸雲は1点しか食らわずに処理できると。なんとかあれだね。そうなんだよね、この2面除去が本当に強い。しかもドローっていう、バグかよ。光線でドロー持ってるっていうね。すげえな、はい、光線時、光線時、光線時ドローか。あれ攻撃時かな、攻撃時か。どっちだ、4コスの性能じゃなくて、ね、光線時だ。あ、ほんと4コスだ、4コスなの。さあバンプ側はとてもいい動きが決まったのに、ね、一気に返されてしまって。ただまあここでビーラー、まあ、ビーラーあれですね、上から取れますね、上から取れる、2点減りつつだからね。これただビーラーの後に何打てるかっていうのもね、結構ポイントになってくると思うんだよね。ビーラー、あー、取引、はい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 、はい、あー、1枚かちょっと絶妙な。いや、2枚引かせるのは痛いな。しかしまあ1枚残しつつ、うん、パンパンだもんだこれね。刺激者も引いた。あー、まあただこれメイで取られないっていうのはビーラーの強み、そうだね、気持ちいいね、うん。何で来るかね、何で来ますか。あ、アリア、ウィスプを出すのか。進化はどうなんだ。うん、まあ無理しなくてもね、ここはまあいいかもしれないけど、でもまあ次は4点食らうっていうか4点残るっていうのがね、ちょっときついですね。迷ってるね、迷ってるね。確かに進化すれば有利に取れはするんだけど、うんうん、ここで進化を切るもんなのか。ウィスプを出した、ウィスプ2枚使って、まあ進化か、進化で手札にウィスプいっちゃったから、これドローロックになっちゃうからウィスプ出しちゃうかな。微妙なとこだね。まあメイちゃんを出して、なるほどね、ウィスプは取っとくと、ね、ウィスプはまあ来たるリノセウスのためにね、ためにな。あ、いやこれつい。そんな交換のこいつ。ある、全部に1点。うわ、今のは決まったな。うわ、しかもそれも決まってな。サキバスだっけ、サキバスも決まった、ね、あ、リノ引いた、リノ引いた、ここで引く、ウィスプは早く遠征の森、今のすごいな。いいね。いや綺麗にパズズみたいな。これはもうリノ行くのか。あ、いやだ、うわ強い。ただ何を取るか、パズズいるからね。これでサキュバス取って、そうだね、両方か、進化ね、うん、あの取っとかないと、必殺も必殺持ってるの結構辛いからね。いや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 、ただエメラダがいる。これ進化全部吐いたのきついぞ、
まあこのブラッドムーンが本当に強いね。強いね。エメラダがいるけど、エメラダ使うかな。ああ、サディスティックナイトも引いたんだ。エメラダ、じゃあサディスティックナイト。いや別にサディスティックナイトの意味もない。そっか、うん、別に7個使ってビーストドミネート出て何なのって感じもするんだけどね。どうなんだろう、微妙なところですね。あ、ナルメアでいった。押してったね。進化切るか。まあ進化切って、ね、ティアも倒してサベージュルフで買おうか、うん、なるほど。おお、総督さん、ナルメアはもう完全に完全体で残した。なるほど、完全体のナルメア残した。そっか、こいつ復讐状態だと食らわねえんだ。そう、食らわない。はいはいはい、そう、そこも強いところなんだよね。ただもうブラッドムーン自体も入れてるかな、もしかしたら。ブラッドムーン単品に入ってるかね。さあ、まあこうなると結構エルフ側はきついかな。そうだね。あー、リリーね、リリー、うん、はいはいはい。まあまあこれしかやることないけど、やばい、ナルメを。射撃がある。あ、エゴ射撃があるのか。射撃でこれなんか戻す言ってんのかなかったっけ。なんだっけこれ。こいつをラストアウト言ってんじゃなかったっけな。いや、あ、戻っても言ってんだな。じゃあ両方だ。両方してる。強い。遠征の森初めてちゃんと使われた感じするね。うん、これは強いね。いや、あそこ返すんだ。ねえ。いや、お、これ微妙だね。いや、これやることね。やることないね。やることないな。エリニュースは復讐しないと発動しないんだっけ。自分が低いとか、自分が低いと何だったっけ。ああ、自分が低い、自分のリーダーの体力が相手より少ないなら。そうだね、2点、2点か。だからここは懐かしいな。まあアルカードでぶん殴りに行くとかでもいいと思う。エメラだと復讐だと回復するんだっけ。そう、失踪は普段ついてる、そもそも。なるほどね。そう、うん、それかまあサディスティックナイト。うわ、サバキ、おお、そういく。そう、エンドしかないな。ほう、サバキでいく。だいぶもっと詰めていった方がするけどね。どうなんだろうね。あえてだとゆっくりしてるとディノで。そうね。いや、まあまあわかんないからね。まあね、アイル持ってるかどうか、ね、見えてないからね。わからんからあれだけど、ディノさんがもう始まっているのかと思うと恐ろしいですね。ちょっと怖いね、これね。いやー、のでも相手も動きづらいね。刺激者フェアリーで突っ込んでくるかな。刺激者フェアリー、フェアリー、まあ、フェアリーサークルあるし、4点、6点通るからね。まあただ安易に復讐状態まで近づけるのもどうかって感じはする。ほう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 、何する。刺激者くんじゃないかこれ。 リザとかポーラ、リザ、いや、いや、あ、フェアリー置いた。エンド、フェアリー、リザかな。お、ポーラ、ポーラ、はいはい、何を戻す。あ、あー、なるほど、うまい。でかいの寄られたら、でかいの戻したな。いや、あれは倒しておくべきだったな、やっぱり。でリザか。あー、うまい。はい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 、はい、なるほど、着々と整ってんね、リノセウスのね。整ってきてるね。刺激者もいるし。お、あ、いや、ワードローはもう使えないからね。進化ないから腐った。さあ、で通らない、ダメージが通らない。うーん、まあ、一体倒しつつアルカード、エリニュスが効果発動するのか。まあダメージは通らないけど、ね、するけどダメージは通らない。リーダーに顔ですけど、おー、やることないから、それとりあえず出したな。エリニュスも並べちゃっていいんじゃないかな。ほう、うん、とりあえずね。で、誰を倒すか。え、顔か、なるほどね。顔だとエルニュースが発動しない。そう、発動しない。だから倒した方が得だったね。そうだね。相手1体、そうだ、無駄しちゃったね。うん、もしかしたらこれ高度な作戦かもしれない。復讐入れてこいよっていう。なるほどね、復讐入れてこいよもあるし、うん、まあ、あとワンチャンなんていうの、相手の場がこう、なんか邪魔。なるほどなるほど、うん、だから盤面取ってくるか。あー、うまい。まあそうだよね、もちろんね、それはもちろんって感じだよね。はいはい、さあ並べてこられた。でもう相手ジャングルがいるから次8点は確定してる。さあどうだ。で復讐入ってない。入れるね。入れるけど一緒に出せるやつがない。入るだろうね、2枚引けるからね。さあこれで1点食らって、何を引く。おー、メールストローム。あー、そして、そっか。あー、でもいい残り方じゃない。そうだね、ジャングルの守護者のインスタでランダム2点。これで一応守護者のリーサルは逃れたけどって感じか。全部倒さないといけないぞ。でもさあ、見えてるか。サディスティックナイト使ったら食らっちゃうんだ。え、食らうっけそれ。復讐状態で食らわないじゃない。あ、食らうんだ。あー、終わりましたね。何しても終わり。何しても終わりか、うん、あー、ぴったりだ、これぴったり。いやー、あー、なるほどね。あー、なるほど。うん、
相手もやっぱ復讐ケアも上手だったし、いや強っ、やっぱ一体倒してなかったの、うん、痛かったよあれが、響いたのかな、あそこ、ここに響いたいや、ね、このぐらいになるともう響きますね、響くと1ミスが、はい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 、まあ、決勝というね、とても緊張感ある中でね、はい、プレミしないというのはなかなか難しいですからね、まあそうですね、うん、まあ、プレミだったのか狙いだったのかその辺は分からないですけど、はい、さあ果たしてメアリーベルさんがそのまんま勝ってしまうのか、リターノさんが一矢報いるのか、そうですね、さあ、ね、2戦目でございます、はい、変えてこない、そうですね、はい、先ほど勝利したメアリーベルさんはエルフがもう使えないの で、ね、ロイヤルになりました。ただパターンとしては準決勝というか、ね、いいのか、準決勝と同じパターンですよね、かね、1回負けてここで勝てるかっていうところだよね、そうね、どうなるかね、リターンヌさんの方はバンプがやっぱ得意なんで、1回負けてももう1回バンプ で、はい、よろしくぜ、お、なるほど、ここは煽りを入れて、お、お互い気合が入ってるね、気合が入ってね、やっぱ2戦目ともなるとね違いますね、これで決まるとなると、さあどうだ、お互い手札結構いい感じかな、そうね、悪くないね、いいですねこれね、はいはい、懐かしいな、不屈の兵士、こいつ最初強かったよね、強かったこいつ、ほんとこいつ殺さなきゃみたいな感じだったもんね、うん、さあ漱石で、ドローかな、漱石で引いていくでしょうね、ですね、でも顔を言って、さあグリームニル出すか、グリームニル強いね、シモーヌか、グリームニルで、シモーヌグリームニルどっちか、あーグリームニル置く、うん、買おうかな、そっちで買うじゃない、取るか、うん、これで強いな、確かに、うん、さあこれでグリームのトップ、あエイリか、エイリ、お、エイリじゃない、もうノールク、ノールク、ノールク、エイリー強かったぞ、うん、いい動きだったね、エイリーでグリームに突破して不屈を取るのが、いやスカイフォートレスを引くね、引くね、だってアルベールも引いてるでしょ、アルベール、セリア、ファングスレイヤー、スカイフォートレス、さあシモーヌバグか、強えな、お、ほうほうほう、上から取り続ける、これセリアだったら不屈上がったのかな、でもセリアは多分5ターン目に取っとくのかな、そうだね、もったいないもんね、目視あーここで引いてくるか目視ナルメア、お、使うこれ、いやすごい、次の段残り8だぜ、うわ使ったこれはきついぞまあでも目視打てるからねいつでもね、目視打てるけどね、うん、次の段、あ待てよこれセリア走ってきて死ぬんじゃね、進化で顔2点、うん、顔2点2点、セリアはいくつになるんだ、 5?あ、希望の方か、あーじゃあ大丈夫だね、うん、これ絶望の方だったらどうだったんだろうね、絶望の方だったら 2か2だから24で一緒24で場の角1枚戻して3になって失踪するの、だから残り 1には残り1まで持ってけたと、うん、勝ちだったんじゃねえか勝ちだったんじゃねえかな、まあ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 、だってもう次アルベールいるからね、うわ、これもう終わりか、目視で、防ぐけど、目視で防ぐけどアルベールで終わり、目視アルベールで終わりかな、回復ないもんね、回復は打てないね、いやーこれはもう意外と早く決まってしまった形かな、そうだね、いや強いなロイヤル、結構メアリーベルさんのロイヤルがミッドレンジっぽかったから、うん、ちょっと油断して、そうだね、だいぶ HP 減らしてったけど、目視で結構早い動きもできると、ああ決まった、終わってしまった、こんな早く終わるか、早い決勝早かった、早く終わったね、びっくり、あららららこれにはびっくり、いやちょっとあそこのナルメアが痛かったねやっぱり、ね、そうね焦っちゃったな、目視使えるしいいかなと思ったのかな、はい、あもっと楽しませてください、もっとやらせてくださいと、楽しめなかった、なるほど、いやストレートですごいな、ってしまいましたね、メアリーベルさん全ストレートですね、そっか、うん、一回負けてない、いや強今日一回負けることなく強い、決まりましたね、いやめちゃくちゃ強かった、はい、はい、おめでとうございます、いやお疲れ様でございました、ということで、はい、第4回か、そうですね、第4回ナット大会、はい、夏休み杯、優勝はメアリーベルさんということで、はい、そうですね、おめでとうございます、おめでとうございます、はい、お疲れ様でございました。はい、お疲れ様でございました。4回目の大会でしたけど、はい、そうですね。まあ、ハイランダーってことでね、はいはい、結構運要素も、うん、まあ、絡むかと思いきやという感じですね。うん、そうですね、トーナメント表見た感じ、結構常連さんがやっぱ上の方にね、うん、まあ、やっぱこう、限られたカードというか、カード
うん、まあ、手札に来たカードの中でいかにこう最善を尽くせるかっていう、まあ、かなりプレイングの勝負になったんじゃないかなっていう、そうだね、感じはするね、うん、やっぱ最後のメアリーベルスはうまかったね、うまかった、うんうん、まあ多分いろいろ考えて、まあ、いろんなものをケアしてやってたんでしょうね、うん、まあということでハイランダーだったわけですが、はい、まあカードが増えてきたからこそ今面白い大会だったかもしれないですね、まあ、ね、いやまあ本当にまあ、うん、1枚ずつ入れてね、まあ、全然なんていうのかな、まあ、例えば手前からね、手前のコストから全部1枚ずつ入れていくと、まあ、3コス前ぐらいでもう全部埋め終わっちゃうもんね。そうそう、昔だったら割と全部入れて終わりだったんだけど、そう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 、今カードが増えてきたから、うん、逆に戦略も生まれるのかなっていう、うん、まあ、だから相手が1枚使ったらもうそのカードは出てこないとかね、とかね、いろいろ戦略もありつつな、うん、自分の方もこれ使ったらもうそれは使えないっていうことでね、うん、うん、でハイランダーなのに割とコンセプトがあったりとかね、そうだね、面白かったね、はい、うん、まあ、ということでとても面白い試合が見れました。そうですね、はい、はい、といったところでまた8月も大会をナット内で行ってきますので、はい、 そちらも楽しみにしていただいて、はい、はい、じゃあ今日はここまで、ご視聴ありがとうございます、はい、ありがとうございました。